皆さんこんばんは。本日からスタートしました新番組、秋川由里のトークなでしこ七変化の時間です。今日はワロップ放送局4階のラジオスタジオからお送りしております。はい、今日はですね、とても素敵なお客様をお迎えしております、お名前がアダニア優子さん。はい、アダニア優子です、はい、じゃあせっかくですからアダニアさんの方から自己紹介をしていただきます。はい、私は太田プロダクション所属で役者をさせていただいておりますアダニア優子と申します。沖縄県出身です。よろしくお願いいたします。実はアダニアさんは、もうすぐね、私たちあの舞台公演がありまして、はい、共演することになりました。そうなんです、ね、でまずですね、アダニアさんこのお名前がとてもこう、ね、オリジナルで長い、はい、なんか呼び名はないですか。いっぱいあだ名が東京に出てきてからできたんですけど、はい、最近はアニーって呼ばれることが多いです。アニーちゃん、はい、アニーちゃんですね、はい、じゃあ今後はアニーちゃん、アニーちゃんでお話を進めていきたいと思います。アニーちゃん今ね、いろいろ自己紹介していただいたんですが、それでは、今後舞台のあらすじとか、はい、簡単に説明していただけますか。はい、今月の24日から、はい、築地で舞台に立たせていただくんですけれども、はい、江戸時代中期に起きた赤穂事件から16年後を描いた作品です。赤穂浪士討ち入りの真実を後世に伝えるために、これですね、はい、赤穂浪士のこちらです、ね、真実を伝えるために生き残ったモノノフの生き様を描いております。まあ、死ぬよりも苦しい道を選んで生きた寺坂吉右衛門という男にフォーカスを当てた作品なんですけれども、すごく熱い作品です、ね、そこでアニーちゃんはどんな役を演じるんですか。はい、私は武士のお屋敷に勤める、屋敷奉公をする咲という女の子の役をさせていただきます。はい、どこにいるのかな、アニーちゃんは。私はこれです。ここにいらっしゃいますね。で秋川、ちょっと小さいですけどね、ここですかね。ここに可愛い女の子がアニーちゃんです。川さんが、はい、阿公の皆さんと上杉の皆さんがお集まりになる、飯屋木の氏のおかみをやっております。とても楽しいシーンですので、楽しみにしててください。そうですね、すごくもう、ね、稽古場でもおかみとしていてくださるのですごく安心感があります。なんかもう演出家の方から自由に動いてくださいと言われてますので ね、木の氏を自分でイメージを膨らませて動いております。はい、で、さきちゃんというお役なんですけれども、はい、アニーちゃんはこの舞台を通じて何か意気込みっていうものありますか。意気込みですか。はい、意気込み、はい、私は今女優やらせていただいていて、人の心に残る役者になりたいなってすごく思ってるので、この舞台を見て、稽古を客観的に見てて、この何か人の心に残して死ぬってかっこいいなと思って、私もそういう人間になりたいと思ってるので、この舞台からも私も影響を受けて一生懸命先を生き抜きたいなって思ってます。なるほどね、はい、なんかご自分が被るとこってありますか、この先役の被るところですか。一生懸命なところですかね。本当に そう、私本当に毎回稽古見てて、はい、いやもう目力が強いお嬢さんだなっていうのを初めから思っていたんですけど、はい、最近ストーリーが頭の中でこうイメージが膨らむに従って、はい、どんどん目力の強さを感じてますね。だからそういうシーンがありますね。もうそういう風になりきってらっしゃるんだなっていうことがよくわかります。とても楽しいです、お芝居できることがすごい楽しいです。あ、そうですか。私、はい、共演することがとても楽しいです。ありがとうございます。稽古しててね、はい、何か感じることとかありますか、皆さんとどうですか。みんな、そうですね、すごいなんか
アットホームな感じがしますね。すごい喋りやすい方が多くて、はい、なんか私結構人見知りしちゃうんですけど。あ、そうなんですか。まさに秋川さんと出会った時に他人の感じがしなかったんですよね。さっきちょうどその話をしてたんですけど。そうですね、すごいお話ししやすくて、楽しくやってます。そうですね、はい、ちょっと私たちね、あのハグするとこもありますからね、皆様。そうなんですよね、最後に、ね。はい、それでね、これが特にあのなんていうかな、バテンもそうなんですけれども、とても舞台が綺麗なんです。何を隠そう、こちらにね、演出家山村幸子って名前が書いてるんですけども、女性の演出家なんですよ。ですから、なんていうかな、ストーリーがとっても女性から見た赤穂浪士、あの、まあ、赤穂浪士が皆さん亡くなられて、忠義を果たして亡くなられて、法要17回目を迎えようとしている、その、まあ、潰したい、やりたいというね、双方の絡みがあるんですけれども、そのお話の中でも、この女性の得意なあの飛騨のこの繊細さとかね、優しさを存分に表現した舞台です。そうですね、ただ、なんか時代劇っていうと結構お堅いイメージをお持ちの方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、なんか友情とか恋愛とか、そういう人間模様もすごく細かく描かれているので、そこも注目していただきたい。 そうです。それでね、この演出家の山村先生は実は坂東流のお師匠さんでもある、だから花魁が出るんですけどね、とっても綺麗な日本舞踊もご覧いただけます。盾の武士たちの盾も本当に素晴らしいです。かっこいいです。もうこの舞台はいろんな意味でいろんなジャンル、それこそストーリーも素晴らしいんですけど、多岐にわたってお楽しみいただけると思います。はい、咲ちゃんがすごく頑張ってます。秋川さんも素敵です。あ、もうね、頑張るしかないですよ ね。もう1週間後ですよ。1週間後なんですよ。もう生き物のようにね、稽古のたんびにどん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 変わってるんですよ、イメージが膨らんで。だから多分ここから先はあの役者の持ち味、その理解度がどのぐらい出るかの勝負じゃないかなと思ってますね。はい、ではね、この、名残の雪積もらばというタイトルで、サブタイトルは死ぬるは忠義、生きるは宇宙。なんか怖いですけどね、まあ、そういう忠義を果たした者たちの四十七士のお話ですからね。で、場所は築地本願寺ブリストホール、日時3月24日から26日です。はい、ぜひね、皆様あのこぞっていらしてください。で、さきちゃんって言っちゃってますけど、はい、兄ちゃんは、はい、兄ちゃんの方にご連絡できるんですか。私はフェイスブックをやっていて、私もフェイスブックとあとブログをやっているので、ね、私もそこからメッセージなどをいただければ、そうですね、オフィシャルサイトも私もありますので、はい、どうぞあの皆様、フェイスブックならメッセージラインがいいですね、ご自分との ね、はい、メッセージラインで、何月はいいですね、3月だからいつの、まあ、昼の部夜の部っていう風におっしゃってください。フェイスブックでもどんどん皆さんがアップしているので、簡単に目に入ると思います。もう一度ね、3月24日金曜日、14時19時25日土曜日は13時18時、26日は1回だけですね、こちらは13時からです。はい、ブディストホール本願寺の中にありますホールですね。お寺の中ですね、築地ですね、素敵な場所ですのでね、ぜひどん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 いらしていただきたいと思いますね。さきちゃんもいろんな、ね、方がもういらっしゃるでしょ。そうですね、予約入ってますでしょ。はい、もう沖縄から親も来てくれるので、何しろこのメンバーがね、24人5人出るので、はい、もう土日がすぐに埋まっちゃうんですね。そうですね、ですからもう土日しか来られないわっていうことはもう大至急、他の日でまあいいわとおっしゃる方は至急あの予約をしていただきたいと思います。物語に共感できる部分も多いと思うので、そうですね、で前売り当日とも4500円なんですね。はい、そうです。で、学生の方は学割というのがありましてね、学生証が必要なんですが4000円になります。で、はい、お子様の席もありましたね。そうですね、3000円ということで、3000円でした ね、本当にあの楽しい、面白くて、でまあ、ちょっとシリアスなので、皆さんご存知のストーリーですから、いろんな方向で楽しめるかと思います。やっぱり日本人なので ね、なんかにあの時代劇って結構グッとくるものがあるんじゃないかなと思いま す、そうですね、私も実はね、時代劇初めてなんですよ。あれそうなんですか。あれそうなんですよ、だからね、がぜんハッスルしております。そうなんですか。そうなんです。びっくり。現代劇が多かったんですか今も。多かったですね。
そうなんですよ。すごく着物も綺麗に着こなしていらっしゃるので、いやもう一生懸命出せないでね。でね、こうやってお話ししてたらね、だん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 時間がほらもうそこ出てますけども、12秒しかないという、はい、まあぜひまた今生放送なんですね。生放送なんです。ちょっとその時間がまたぜひねいらしてください、はい、こちらの方に。はい、ありがとうございます。アダーニャ、ゆうこさんでした。はい、お送りしております、秋川由里のトークなでしこ七変化。2番目のお客様はどなたでしょう。はい、ガールズユニットにゃんななに所属している玉井千鶴と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ってこんな格好しちゃいました。そうですよね、先ほどと全然違うからびっくりしました。いや、これが七変化なんですけど、なかなか初なんですけど、やってみるとしんどいですね。すごい、まあ、なんとか CM 中にババッと着替えらなんとかね頑張って皆さんにね楽しんでいただかなきゃいけないなと思ってるんですけども。そうですね、はい、あのね、千鶴さんもせっかくですから自己紹介していただきましょうかね、はい、私から言うの、皆さんあの、ご本人からね聞きたいと思います。はい、日頃は、はい、お芝居もやっていて、ね、ガールズユニット、あとグラビア、あと、はい、まあ、こういったトーク番組なんかにも出させていただいて、まあ、いろいろやってるんですけど、はい、今多分流れてるこの曲は私たちのユニットの曲なんで、うん、もし気になった方はツイッターとかもあるのでぜひフォローしてください。なんていう曲なんですか。はい、この曲はドリームラバーっていう曲です。ドリームラバー、はい、夢の中でふわふわ恋してる女の子の曲で、はい、素敵です。なんか千鶴ちゃんぴったりですね。あ、本当ですか、ありがとうございます、嬉しい。ガールズユニットでね今ね大活躍ですよね、ガールズユニット。いやあ、でもいろんなユニットさんいますもんね。いやでも特に可愛いと思います。ありがとうございます、いい人だ。ね、千鶴ちゃんもなんか舞台告知があるって。そうなんです、伺ってますけどね。じゃじゃん、1枚ですか、2枚ある、はい、あ、1枚、1枚です。あ、じゃあ表面ですね、はいはい、こちらですね、午後の素数という、まあ、2017年バージョンということで、10月に一度やらせていただいた舞台の再演なんですけれども、ザ・キッチン中野で2月じゃない3月29日から4月2日までやらせていただきます。あ、じゃあ私たちのお芝居が終わったらすぐ始まっちゃう、はい、そうですね、入れ替わりで。あ、もう絶対に行きますからね私。だってタイトル午後の素数、素数、皆さん素数って分かる人、整数1以上のね、あの割り切れる数が1以上、そして自分の数でしか割れないっていう、つまり2つ、はい、だからとてもオリジナルっていうこと。そう、なんか奥が深そうですよね。実は私最初素数が分からなくて調べました。これは皆さんね、出る方は調べないとね、どういうことかね。そう、分かってないと意味分かんなくなっちゃう、ね、なんとなくぼんやりは分かりますけどね。はい、あ、そうなんですか。私は黒猫の猫股の役をやらせていただくんです、ね、黒猫の、だいたいどういう感じのストーリー、ね、黒猫の猫股が出てくるの。そうなんです、うん、というか人間は一人しか出てこないお話なんですね。お、はい、そうなんですか。もう他は猫とか猫股とか死神とか幽霊なんで、ちょっとしたファンタジー、怖い系、ほら、いや、ほっこり系です。ほっこり系すごい、見たら絶対に気持ちが温かくなるお話なんで。なるほどね、ぜひみんな見に来てください。じゃあ、いいお化けみたいな、いいお化けです。いいお化け、そう、猫ちゃんは、じゃあいい猫ちゃんなんですか。そうですね、猫股、ね、名前は花ちゃんっていう。花ちゃん花ちゃんもなんかその辺から出てくる感じのね。そう、1009歳なんです。え、1009歳、あの、はい、ほら、よく皆さんご存知の何百回生きた猫っているじゃないですか、はい、1000回生きた猫だったかな、はい、なんかね、100万回生きた猫、はい、もう 1000ところじゃないよね。うん、それが2000何歳、1009歳。すごいね、はい、妖怪なんてもんじゃない、もう400歳の妖怪なんてもんじゃないですね。いや、ぜひ面白いですね。で、何、その幽霊が出るですか。そう、うん、ちょっと最初は、うん、あれ、これすごいくらいお話かなと思う、ね、まだ私すごいお話かなと思ってるんですけども、はい、まあ、主人公の早苗さんがいて、ええ、で旦那さんも両親も同時に亡くしてしまったっていうところから、まあ、お話が始まるんですけど。なるほどね。なんかね、ここに書いてます、幽霊 vs 死神、三毛猫 vs 黒猫、う、戦うの、戦うんでしょうかね。それでね、爽やかな春にふさわしい笑いあり涙ありの奇想天外感動ファンタジー、目を開けて何も見えなくなった時、
そっと目を閉じて感じてみてほしい。愛する誰かが見えるから。あ、なんかいいじゃないですか。あったかい、本当にあったかいお話です。なるほどね、春にぴったりのね。ぴったり、まあ本当はお盆のお話ではあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこはちょっと置いといて。ここにね、あらすじがね、こうやってね、たくさん書いてるんですけど、読むと時間がないのでね、今ちずりちゃんに Twitter とかでぜひ見てください、うん、ね、なんか この絵だけ見るととっても怖いっていうかね、このチラシとこちら似ていると思いませんか。実はこれはね、川越美代さんなんですね。両方私たちもお世話になっている川越美代さんが2つのチラシの、デザインから、うん、はい、それからやっていただいてます。素敵なんですよ、これだけでも ね。だから後でこちらの皆様にも、そちらに大勢いらっしゃるんですけど、お持ち帰りいただいて、ぜひ双方に来ていただきたいと思います。そうですね、はい、でこちらはどこにご連絡したり予約したりすればよろしいですか。そうですね、私ツイッターをやっていて、はい、そこに専用予約フォームの URL など載せてるので、よかったらぜひフォローして情報をチェックしてください。はい、で千鶴さんは先ほど兄ちゃんにもお聞きしたんですけども、はい、この舞台ね、このお芝居の意気込みなんかをちょっとお聞きしたいかなと、はい、そうですね、千鶴ちゃんファンの方に聞かせてあげたいかな。やっぱりすごいあったかいお話なんで、はい、見てくださった方にちょっとあったかい気持ちになって、あ、ちょっと家族を大事にしようとか、そういうことを思って帰ってもらえるように頑張りたいですね。あ、なるほどね、家族愛も目覚めるみたいな。家族愛目覚めまくりますね。あ、そうなんですか、はい、でこれを通してね、はい、何かほら自分でこうなりたいとか、あ、こうしたいとかいう目標とかできました？そうですね、うん、今まではこう自然体でやるお芝居しかしたことなかったんですけど、今回も黒猫の役ってことで、うんうん、ちょっとお芝居の幅が広がればなと思っております。はい、なので今までに見せたことのない玉井を皆さんにお見せできたらなと思って。猫ちゃんですもんね、はい、黒猫、まあ、今こんだけ色の白い人が黒猫やるってなんかどうにかなっちゃうんですか。あ、でも色白いまんま、割と、あ、白いままです。そうなんですか。でも黒い服とかよく着てるんで、黒猫っぽいってよく言われます。あ、黒い服、そこで当て書きとかそういうことじゃないですね。あ、そうなんですか、はい、あとね、何か告知とかありますか。せっかくいらしていただいたんで ね、ガールズホラー、そうです ね、こちらのワロップ放送局さんで、うん、各週土曜日でガールズトークでしょうという番組に私たちにゃんななで出させていただいてるので、うん、ね、はいはい、ガールズトークでしょう、ちね、そちらはスタジオで観覧もしていただけて、会場限定アフターライブなんかもあるので、よかったらぜひ遊びに来てください。そうですね、こちらのね、こちらのワロップにいらっしゃると、はい、ガールズユニットのにゃんななの玉井千鶴ちゃんが張り切って歌ってらっしゃ、はい、踊りますんですよね。踊ります。姿をご覧になれますよ。ぜひこちらの方もいらしてください、はい、とても性格がいいね、可愛いお嬢さんで。 おいくつですかつって、事務所的には言っちゃダメなんですかね。あ、別に大丈夫です。何歳ですか。24歳です。娘より若いみたいな。あ、本当ですか。絶対こちらに私も拝見します。来ますからね、子供連れたりして来たいと思います。い、うん、いや素晴らしいですね。兄ちゃんも可愛いんですけどもね、千鶴ちゃんも。私これ初回なんですよ、初めてなんです。そうなんですね、スタートなんですけど、こんな最初から可愛いゲストさんに入っていただいて、ね、なんて光栄なことかと。でこんな素晴らしいチラシをね、作ってもいただいて、ここで公表できて皆さんにいらしていただけるという。うわ、嬉しい。ね、これも千鶴ちゃんのどこに、フェイスブックもやってらっしゃいますか。フェイスブックはですね、アカウントあるんですけど全然更新してないんで、ツイッターの方が確実です。あ、ツイッターに皆さん、じゃあ千鶴ちゃんのこちらの午後の素数は、はい、ツイッターの方にお申し込みください、はい、ツイッターで玉井千鶴と検索していただければアカウント出てきますので、はい、もう一度日程と場所と教えて、はい、ですね、はい、3月29日から4月2日まで、ザ・キッチン中野というところでやっています。はい、ぜひお越しください。本当にね、もうあっという間の時間なんですよ。もうあとほら44秒、あと43秒、42秒。そうなんですね、生だからもうどうすることもないんですけども、まだいろいろなその出演告知はまだいっぱいたくさんあると思うんですけれども、ぜひぜひね、今後もお伝えしていきたいと思いますので、ゲストでなくてもどうぞ言ってきてください。 ありがとうございます。ここでね、兄ちゃんも実は兄ちゃん目の前にいらっしゃるんですよ。そう、見てくださってるんですよ。ピースしてるんですけどね。やっぱ見てくれてる人がいるとね、安心しますよね。ねえ、本当ですよね。可愛いお嬢さんでよかった。今
本当かわいい。ね、はい、ということでね、はい、もうすっかり終わりの時間に来てしまったんですよ。ここでね、まもなく CM、 もう CM なんです、はい、だからもうまた CM 後にアニちゃんに入っていただいて、皆さんでちゃちゃちゃっと、はーい。じゃーん。すごい。すごい。ベネチアンカーニバルでございます。かっこいい。これ本場のところで買ったんですね。本場のマスカレード。本場です。マスカレード。ちょっとこれはあのフェイクです。フェイクです。こういう感じでね、ベニスを、ね、歩いてらっしゃる。たんですよ皆さん、それで、あのそういつもね毎年2月にあるんですけども、2月の下旬か3月の頭で終わってしまう。だから今はもうベニスに行ってもね、あのちょっとズラが動きますね、これ動きますけどね、あのこういう形で皆さんいらっしゃるわけです。こういう感じの七変化ってことなんですね、うん、そうそう、こういう感じの七変化なんですけど、まあ初回ということでちょっと抑えて話しましょうかね。言ってますか？大丈夫ですかね？大丈夫ですね、大丈夫ですね。ずれたらそれはそれで、はい、うん、まあこういうことでね、あの可愛いお嬢さんお二人いらしていただいたんですけども、私の希望的観測としましてはね、皆さんにもこの七変化をインフルエンスして、あの何かをやっていきたい、うん、例えば千鶴ちゃん、まあ、玉井千鶴ちゃんは猫ちゃんになる、はい、あ、やりたい、ね、兄ちゃんは何になる？何になりましょう？分かった、ペコちゃんだ、藤原ペコちゃん。言われるんです。アニちゃんはね、とっても目がくる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 動くんですよ。特性みたいなんですよ ね。今日やればよかったですね。今日今やって、今やってカメラ今、はい、どうしよう、皆さんじゃあちょっとカメラに向かってチャオ、あとまだ終わらないんですよ、チャオって言ってね、うん、なんかあのバラがバラがさっきもう寂しくなって5分間かけてこの桜とかね、じゃあね、皆さん最後にね、これあのラストコールでございます。あのもうじきほら47、46、45、はいはい、ですので、ぜひこの視聴者の皆さんに、はい、自分だあの from my heart でご挨拶してください。視聴者の皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。今日のゲスト様、とっても可愛いアダーニア、ゆうこさんと、はい、玉井千鶴さんですね、はい、はい、ありがとうございました、見ていただいて、まあ、もうちょっとね、七変化をあのスムーズにあの、ね、さらにバージョンアップしてやりたいと思います。今日1回目なんで、これからが楽しみです、ね、はい、では次は来月なんです、来月の、はい、ね、この時間にまたお会いしたいと思います。皆さんでさよならコールいきますよ、はい、せーの、さよなら、ありがとうございました、ありがとうございました。バイバイ。